してきました。これは一つチャンスにしたいところです。第1チェックポイントは0秒31の遅れとなりました。今シーズンは2000名アメリカのビーバークリーク48番ビブからなんと8位に入ってきました。さあその滑りを今度は日本湯沢苗場で見せられるか。0秒74とここまではまだ我慢をしています。これは次のチェックポイント期待。この嫌なウェーブ波をうまくクリアしていよいよ左へのターンをして我々に姿が見えてきました。お、1秒切ってきた。第3チェックポイント0秒98できた。これ期待できるぞ。この25番ビブからさあどんなタイムが出てくるか。やってこい。どのくらい来る、トップ10くらい来るのか。1分14秒、1分16秒、7秒か、1分17秒64、11位に飛び込んできたナイスラー。これはいい滑りだ。